こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日は小型軽量三脚の決定版かなと思うこのスプリント L110 をご紹介しつつ、この三脚の元となった昔の三脚もご紹介していこうと思うわけですが、このスプリント L110、 名前だけ聞くと昔のある三脚を思い出します。グリーンシャンク110という三脚がありました。この三脚と似たコンセプトの三脚ということなんですね。グリーンシャンク110という三脚は日本野鳥の会さんとの共同開発の三脚で、足が緑色、重さ 1.2 キロの軽さで、パターンで55センチ、伸ばすと1メーター45センチ、目の高さ近くに出るから鳥を観察するときに便利と言っていた三脚なんですけども、これのコンセプトをどんどん今風に進化させていくとこの三脚になるということです。で、110という数字は偶然これ一緒になったということだけで、別にこの、グリーンシャンク110から数字を取ったわけではなくて、グリーンシャンク110がなぜ110なのかは実は私知らなかったりするんです。私が会社に入った時にはあの三脚はもう売り出されて10年ぐらい経ったのかなという感じだったんですけども、この三脚自体は、エアリー L100 というモデルが出た後に、スプリントをモデルチェンジするときに、エアリー L100 と同じようなサイズ感だから、スプリント L100 にしようかという話があったんです。ところが、スプリント L100 にしちゃうと、L100 同士で省略されるとどっちがどっちかわかんないということで、数字を変えて L110 にしたという経緯なんで、グリーンシャンク110とは直接の経緯があるわけではないんですが、コンセプトはすごく似てる三脚です。このスプリント L110、 畳んだ長さ 47.5cm、 50cm を切っています。ここまでコンパクト化できたというのが、昔グリーンシャンク110 55cm だった時との大きな違いで、コンパクトになりつつ伸ばした高さですね。グリーンシャンクの時代は伸ばすと 1m45cm、ところがグリーンシャンクの時代は足が3段でしたから、ここのスプリント L110 は 1,2,3,4 段モデルということで、1段伸ばすことでより高くできるということですね。パイプがですね、当時多分ここまで細くするとちょっと弱いんじゃないかというような疑問もあったと思うんです。だからこれは今の技術革新でより細いパイプも採用できたということと、あとね、当時のグリーンシャンクの110はステーを使うことで足がブラブラしないようにしてたんですけども、このスプリント L100 はローポジションローアングルができる構造にさらにグレードアップしてますから、ここのところにステーはないんです。ここの足の根元のボルトでしっかり締め付けるということを考えてまして、それで今の構造が実現しているということですね。エレベーターを上げると1m60cm、 昔の軽量三脚で、1m45cm、 ちょっと低いぐらいで目の高さほぼカバーですよと言ってたのと違って、もうこれは堂々と目の高さカバーということが言える三脚かなというところですね。高さは、はい、この通り、私の身長178cm の私がもうちょうどかギリギリの高さぐらいで目の高さに来るという高さまで高さを説得することができます。さて、このスプリントの L110 ですが、特徴としましてはこの3ウェイ雲台が特徴の一つですね。軽量三脚というと軽さを求めるもんですから、どうしても雲台部分は軽い自由雲台というものが多いんですけども、このスプリント L110 は3ウェイ雲台、上下方向、左右方向、そして横位置と縦位置方向ということで、ハンドルが2本あることでどの方向へ向けるのも簡単にできますよということですね。この手前のハンドル、このハンドルの調整で上下方向と左右方向が両方決められるという構造です。で、縦位置横位置が独立してますから、縦位置撮影と横位置撮影が簡単に調整ができますし、傾きの調整もこのハンドルでできますね。あとカメラの取り付けはワンタッチのクイック収縮ということで、あらかじめカメラに取り付けておいてワンタッチで固定できるというスタイルです。
で、軽量三脚ながら目の高さが出せるということが、これが技術革新ということなんですけども、どうしてここまで背が高くできたかというと、一つは先ほど申し上げた通り、足の段数を増やしたということですね。1、2、3、4段。上のパイプが20ミリで、ここが17ミリ、14ミリ、11ミリという4段構造です。やっぱりこの上位グレードのものにここまで細いパイプを使って足を長くした時に弱いんじゃないかなという疑問からだったと思うんですね。で、まあこのスプリントの場合は、これだけ足が長くてもそこそこしっかりした構造を実現できているということですね。で、遠いとさらに違うところとしましては、本体の構造ですね。軽い三脚でローポジションができるというのはなかなか難しかったんです。ところが今の技術ですと、ここまでサイズを小さくしても足を開くという構造を入れることができるようになりまして、このようにローポジションの構造ができるようになりました。これは2000年代に入ってこのスプリントができてからのはずです。それまでは一番この足が開く三脚で小さかったのが、1990年代だったエクセラスポーツが一番小さい三脚で足が開いた三脚ということですから、それよりも二回り小さいモデルでここまでローポジションができるという構造が実現できるようになったというのも、このスプリント L110 のすごいところですね。三脚を地上最低高の状態にセットしました。この時に地面からの高さが16センチほどということで、これもね、従来のローポジションの三脚から比べるとかなり低くなっているというところですね。グランドマスターシリーズぐらい、1980年代の設計ぐらいだと、まあ運転の高さももちろん違うんですけども、30センチ台ぐらいが低くできるというところですから、このスプリント L110、低い撮影、20センチよりもさらに低くできているというところも、すごいポイントかと思います。で、今のカメラだとこうしてバリアングル液晶で簡単にローポジションで撮影できますから、昔のようにしゃがんで一生懸命ファインダーを覗くといった苦労をしなくてもいいですよね。このように低い位置の撮影もカバーできて、目の高さもカバーできるというのがこのスプリント L110 の魅力というところなんですが、まあ、この三脚自体が最大搭載重量と言ってますけど、2キロまで対応ということなんですが、今、私が今回用意しているこのカメラ、EOS R5 にマウントアダプターをつけてレンズベビーということで 1.2 キロぐらい。これ、重さからすれば余裕じゃないかということなんですが、実際、これって使い勝手どうなんでしょうね。もちろん三脚自体の重さが 1180g、1.2 キロということで、カメラの重さと足の重さがほぼ変わらないくらいということで、安定性という面ではものすごく安定しているというわけではないです。ただ、何かあったら倒れるという感じはないですね。あと、足を叩いてみたら、それなりに多少ブレは残る感じはしないでもないですから、本当にスローシャッターで使うという時に、これがメインの三脚ですよというには苦しいかもしれません。旅先に持ち歩きたいとかね、軽い方を優先したいということであれば、こうした EOS R5 クラスのカメラでも乗せて使うことができるんではないかなと。まあ当時のグリーンシャンク110とか、あとスナップマンデラックスといった三脚でも、サブ三脚としてカメラショーでアピールしてた記憶がありますけども、それと同じようなスタンスで、やはり軽い三脚で普段から持ち歩けるというところをアピールしたい三脚です。スリックのスプリント L110、グリーンシャンク110とコンセプトが似てる三脚ということでね、軽くてどこでも持ち歩けて、しかも今の三脚らしくローポジション機構までついてるという三脚です。この軽さ、そして伸縮の非常に素早く決められるこのスムーズさも合わせてチェックいただければと思います。